今回は、デッキやカードの考察メインの動画になるよ。正直なところ、このバージョンきつすぎる。ノーマルの情報修正は演術、ジョニの実用性に欠ける2種のみ。作法は、横領、技表、予手、荷重、技表とノーマルカードに恨みでもあるかのような粛清。損部は舞台流派のみ、考量は、スルーとカード追加直後のインフレ環境はそのままやのに。物申したいことは、まだたくさんあるけど、愚痴動画にはしたくないので。早速本題やっていきましょう。まずこちらのコメントいただきました。ありがとうございます。浮田直家について考えていきましょう。スペックは武力8の柄特に2つ持ち。伏兵防策の組み合わせは、外幕の位置が、相手からある程度特定可能で、単にいるかもといった圧をかけることには不向き。遠距離兵士や私服兵は、早めに当ててしまって良いと思うよ。浮田にとって天敵となる、火器と臨床女の2枚が下方修正されたから。デッキ考察するタイミングとしても、ちょうどいいね。とはいえ、脅威や超量など妨害陣形では、絶対に勝てないカードがあるから。浮田以外の勝ちパターンを、用意できると、勝率出しやすいと思う。やから浮田と相性が、良いカードを探していこうかな。浮田の特徴といえば、15カウントの、長い効果時間やから。長く戦える回復系との組み合わせも良好。じゃあ、まず一つ目のデッキは、粘り強くなる全体回復号令を、裏の手か角を一押しの手段として搭載し、敵部隊を、直接撃破できる武力ダメージ計略も採用してみるよ。号令でも戦えるだけの素武力を用意、浮田で、相手に号令を使わせて下がり、効果時間差でカウンターすることを想定。続いて最近流行している槍1剣1馬1遠距離2の構成。便利な計略を使い分けて、どこかで崩せるタイミング。もしくは、押せるタイミングを作り出して勝つことを想定。復活秒数増加は重複するから、合わせてプラス30秒の。復活時間倍増コンボも可能。四季流派で2色デッキにしても面白いかもね。直近調整で情報修正された神杉影勝も、回復で、浮田の効果時間を活かし、安くておすすめかも。浮田の計略は、敵を撃破しなくても、範囲内で敵が撤退すれば、復活時間が伸びるから、今の環境で流行している考量の自主撤退でも、復活時間が、プラス15秒になるから、環境的にも面白い性能しとると思うよ。そんな感じで、浮田直家の考察と、デッキ案でした。続きまして高尾太夫。戦闘に直接影響しない枚、効果と低めのスペック。英傑では、扱いの難しい武力1騎馬と、癖の強いカードやけど、このカードでしかできないコンボは、確かに存在するよ。水強の計略は、波動が進み続ける限り、効果時間は無限。少し前に出るだけで、範囲がどんどん広がっていくよ。もちろん、このコンボだけで勝つことは、難しいから。わらデッキとして、や号令デッキとして戦う手段も用意しておけると、良い感じになりそう。わらデッキなら、例えばこんな感じ。号令デッキとしては、こんな感じ。今策は、防策の復活手段が乏しい姉妹を保持するのが難しいから。回なくても勝てる手段を用意しておく方が安定すると思っとるよ。単体性能で戦うのが難しいカードも、相性の良いカードや、そのカードの計略以外の勝ち筋を用意すれば、ちゃんと勝てると思う。英傑対戦では、時代カテゴリーがあるから、そのカードである理由を見出しやすい。といったところで、第1回デッキ案を考える回、前半でした。次回は、服部半蔵、徳川斉昭を考えていくよ。徳川斉昭では、下妻ライレンとの比較、差別化。そのカードの長所との向き合いを考えていこうかなと思う。まだまだネタ募集中です。ここまで見ていただき、ありがとうございました。